松平宗秀は、江戸時代後期の古代大名、老中。丹後国宮図藩六代藩主。本城松平家九代。下には、十四位下自重、図書等、丹波守る、宝器神。四代藩主、松平宗忠の三男として生まれる。父の死去時は幼少だったため、叔父の宗明を挟んで、天保十一年に家督を相続した。大老、井伊直助のもで、 自社奉行として、安政の大国を行政化し、北町奉行、石ヶ谷秋清、環状奉行、池田来宝、大目付、区外聖天、目付、神保長公らと共に、死死の処罰を行った。その後、大阪城代を経て、京都諸市代に任命されたが、朝廷内から大原重徳を中心に、安政の大国の当事者の起用に反対が起こり、幕府内でも合図藩主。 松平片森が反対したため、任命はされたが不任できず、2ヶ月後に更迭された。その代償としてため詰め格となり、不代大名最高の格式を得たが、安政の大国に対する追罰人事を受け、その格式は約1年3ヶ月で剥奪された。その後、老中となり、安倍正人と共に幕府軍三千を率いて上落した。徳川義信を江戸へ連行し、 京都を一江総政権ではなく幕府の統制下に置こうとしたが、失敗した。在任中の慶応2年の第二次長州政党では、秋二広党に出陣し、幕府軍の指揮を取った。やがて戦争継続の不利を悟り、捕虜にしていた長州藩家老の宍戸、翔田村伊之助両名を独断で釈放し、有利な和平工作を試みた。だがこれが発覚して、老中を罷免され、 家督を逸豆王の胸竹に譲って、隠居禁止を命じられた。後、蕎麦、伏見の戦いの際に、旧幕府方についた責任を問われた宮津藩が、藩兵を率いていた、重臣二名を切腹させようとしたところ、長州藩から新政府に対して、先の志子戸、小田村の釈放の功績と引き換えにするように、申し入れがあり、二名は除名されている。維新後は新政府に出資し、 伊勢神宮の大宮寺などを務めた。1873年に65歳で死去した。神道家の井上正兼に指示した。藤宮市の有形文化財となっている、作り酒屋の主人が記した、袖日記という古記録に、宗秀が富士登山を行った記録がある。袖日記の6番によると、宗秀は江戸と宮津を三勤交代で往復しているうちに、 富士山に登ろうと思い始めた。山金交代の童貞は幕府に指定されたルートであり、これを逸脱したコースを通ったり、たとえ謝辞山系であっても寄り道することは許されなかった。そのため宗秀は、幕府に富士へ登ることを願い出るもなかなか許可が出ず、3年を経て許可を得たものの、馬返しと呼ばれる地点までであった。そこで宗姫は、開栄五年六月十一日、 幕府に内緒で登山を決意し、明け方から出発して山を登り始め、昼過ぎには頂上に着いたという。宗秀の富士山登頂は、近世大名が富士登山を行った唯一の記録となった。ありがとうございます。